お手軽プロ技レシピ。今日はリストランテフローリアのオーナーシェフで人気 YouTuber シェフロピアとしても活動する小林明文さんに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、この時期は卒業や入学、就職などお祝い事がいろいろありまして、ご自宅でお祝いの食事をするという方も多いんじゃないでしょうか。ということで今日小林さんにお勧めしていただくのはごちそうメニューですよね。そうですね、今日はスーパーで売ってる お刺身なんかにこう一手間加えて彩り豊かな、カルパッチョ仕立てでご紹介したいなと思っております。はい、まずは完成品です。色鮮やかで綺麗ですね。そうですね、今回はサーモンとタイのお刺身を使っていまして、まあ、そこにミニトマト、アボカド、新玉ねぎなどを飾ってあります。レモンの香りを生かしたソースがポイントになってます。はい、高戸さんいかがでしょうか。いかがでしょうか。美味しそうですよ。早く食べたいです。わかりました。まずは材料をご覧いただきましょう。2人分の材料になります。お好みの刺身、今回はサーモン、タイの2種類を用意しました。合わせて 150g です。新玉ねぎ6分の1個、アボカド4分の1個、ミニトマトは2個、レモン2分の1個、リンゴ酢は 20g、塩、黒胡椒は少々、オリーブオイル 40g、パセリは適量ご使用ください。それでは小林シェフお願いするんですが、まずはお野菜ですね。はい、そうですね、まずはこのお野菜をカットしていきますが、はい、新玉ねぎ、まあ、今の時期そんなにこう辛みも少ないと思いますので、今日はもう切っただけになります。ただ辛み気になる方は水でさらすなどしてください。あとは、アボカドとミニトマトも一口大にカットいたします。はい、カットができた状態になっています。はい、でお次は刺身ですね。刺身部分ですね。今日はこの柵をそのまま使っていきますけれども、はい、もちろんお刺身用にカットされているものを使っていただいても大丈夫です。今日はこちらご覧のサーモン、それからタイをご用意しています。2種類合わせて 150g です。はい、でこれは切り方と何か薄切りなんですかね。やっぱりそうですね、カルパッチョってもともとイタリアの方ではお肉料理になるんですね。お肉料理なんですか。そうですね、でまあ、生肉をこうスライスして、はい、でチーズなどと一緒に食べるんですけれども、日本だとやっぱりカルパッチョってお魚のイメージが強いと思うんですよね。そういうイメージですよ。多分ですけどイタリアの方って生魚を食べる習慣がないんですよ。はい、お肉はあるんですけど、うん、で日本って逆じゃないですか。そうですね、多分そういうところもあるのかなと思うんですよね。なるほど、はい、日本のカルパッチョ、お魚を使って今日はサーモンとタイで薄切りにしていきます。はい、でこの端の部分ありますよね、うん、こう三角形になっちゃう、はいはいはい、もうこういうところは、まあ、ちょっと開いて、そこ難しいですよね。もう叩いちゃっていいです。なるほど、はい、こういう感じで薄くすることが大事だと。そうですね、薄くしていただいた方が食べやすいかなと思います。はい、はい、魚の下処理が完成ということで、はい、あとはソース作りですね。そうですね、ソースの方はまずはリンゴ酢、リンゴ酢は 20g、はい、パセリ、パセリ適量、黒胡椒、黒胡椒、それから塩は少々、はい、はい、と、レモンですね。レモンの果汁絞っていきます。こちら2分の1個を絞っていきます。はい、結構力強く絞っていくんですね。そうですね、これ握力ある方はもうガシッとやっていただいて、まあ、絞り器使ってもいいですし、はい、スプーンなどでこうぐーっと潰していただいてもいいですね。あ、それいいですね。はい、簡単にテコの原理で。そうですね、そしたら、オリーブオイルをここに加えていくんですが、これ一気に加えると分離しやすいので、はい、少量ずつ加えていきます。オリーブオイルは 40g ご用意しています。はい、これ、まあ、こう少量ずつのがいいんですね。その方が混ぜやすいと思います。うん、このボウルの肌にこう当てながら手早く混ぜる。混ざっていきました。はい、いい感じですね。そうですね、レモンの香りが漂っています。はい、でここで登場するのが先ほど果汁を絞ったレモンの皮。はい、これをソースに使うのが今日のプロ技です。レモンの皮、これを使うと小林シェフどう変わるんですか。このレモンの皮の部分ですごく香りが強いんですよ。確かに、はい、なので、まあ、酸味部分は果汁でちゃんと取れますので、はい、香りをですねちょっと最後に加えてあげます。香りの補充ってことですね。そうですね、これ入れると入れないでは変わると。はい、
でこれ白い部分まで擦ってしまうと苦味もちょっと出ちゃいますので、うん、もうこの黄色の部分だけ、はい、削ってください。あ、本当だ、結構強い爽やかな香りが漂っていますね。もう少量でもね結構香り強いので、うん、はい、そしたら、もうこれで盛り付けです。はい、最後に盛り付けとなります、はい、完成も近そうです。もうこの盛り付けはですね、もうお好みで、はいはい、これソースとボウルの中で混ぜたりしなくてもかけるだけでもいいんですね。そうですね、あのもちろん混ぜた方が一体感は出ますので、うん、まあ、魚種によって変えたりですとか、なるほど、はい、していただければと思います。アボカド、ミニトマト、それからみじん切りにした新玉ねぎを入れました、はい、さらにはソース。ソースですね。ソースはお好みの量でってことですかね。そうですね。で、今日は香草もちょっと散らしていきます。おー、香草ですか、おしゃれですね。そうですね、華やかになりますよね。これはなんていう香草ですか。今日は、この緑のものが、チャービルで、こっちの赤い方がですねデトロイトヤングリーフですね。へー、お好みの香草を、これ分量外なんですがお好みでお使いください。はい、あら華やか。はい、もうこれで完成です。レモン香る彩りカルパッチョ完成です。色鮮やかな見た目、そして本当にこのレモンの爽やかな香りがします。華やかな見た目でお祝いごとにもまさにぴったり、高戸さんのお手元に届きました。どうぞお召し上がりください。いただきます。いただきます。このオリーブオイルにこのレモンの香りがこう重なってすごくいい、あの匂いがしますし、口の中からふわっとこう出てくる感じがしますね。あとリンゴ酢を使っているので穀物酢と違うツーンとした感じがなくて、このあの果物の甘さみたいなのが出てますね。美味しいです。なるほど、美味しそう。本当に今日はあのサーモンとタイのお刺身使いましたが、他にはどんなお魚合いそうですか。はい、まあ、割と白身魚と合わせることが多いので、まあ、もちろん マダイもそうですけれども、ヒラメだったり、まあ、アジとかホタテとかの貝類も大丈夫ですね、合いますね。なるほど、はい、ぜひ皆さんもお好きなお魚で作ってみてください。小林さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お願いいたします。